はい、こんにちは、タイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は、はい、トボット V のミニシリーズシーズン3のキングフォートナン行きたいと思います。はい、こちらはね、番号で言うと、4番、5番、6番、7番、リーゼント、ビッグボス、エアハイド、そしてパワーローダー、こちらのね、4体が合体したロボのミニバージョンです。はい、色はやっぱりこのままなんだね。はい、そして後ろ、まあ、セット内容としては、ビッグボス、エアハイド、パワーローダー、リーゼント、そして、武器、まあ、これ胸パーツなんだけど斧になるやつね。でこちらが本体合体後です。で、まあ、でっかいバージョンの方はね、動画はかなり前にやってるんですけれども、さあミニバージョンの方もね、やっていきたいと思います。そう、大きいやつと小さいやつってね、まあ、それぞれね、そもそもの遊び方とかコンセプト違うので意外と楽しみだったりします。それでは見ていきましょう。はい、インナーはこちらで、まあ、カラフルなね、取説が一部ついてます。まずはビークルモードから見ていきます。はい、ビークルモードはね、こんな感じになっておりますけれども、はい、まずはね、4番リーゼントから見ていきましょうか。かなりちっちゃい。はい、こちらがね、通常、デラックス版というか、まあ、通常サイズのリーゼントなんですけども、まあ、比べると本当ミニサイズになってますよね。まあ、そもそもね、このリーゼント自体が、まあ、単体の変形ロボと比べるとね、まあ、大きさはちっちゃくなってるんですけど、まあ、このようなイメージになってます。まあ、ちっちゃいけども、合体するっていうね、そんなメカ、意外とね、細かくいろいろ遊んでて面白いこれ。で、続いてはね、ビッグボス、これ色ガラッと変わっちゃいましたね。まあ、ロボの方はね、合体するでかい方は、まあ、黄色ベースなんだけども、まんまこの色になっちゃった。はい、まあ、合体でいうとね、まあ、腰から下担当です。全然違うね。はい、そして6番のエアハイド、これもまたミニサイズなんだけど、本当ちっちゃくなっちゃったっていう感じ。色合いもそのままで、ただね、これなんだろう、こっちはね、前後分離してガバッと広がる、ヒンジがあるんだけど、これはもう完全にね、バラバラになる、やつになります。はい、そして、7番のパワーローダーも、これもまたね、ミニカーサイズ、はい、ます。ただね、まあ、合体のね、その機構的には結構違う部分があるんですけど、やっぱりね、合体準備の変形とかが遊んでて面白い。はい、そしてね、武器なんですけども、こんな感じです。かなりちっちゃくなってる。ちなみにね、広げてみると、はい、外してここは差し替えです。でこれを出す、これで武器。まあ、ちなみにね、まあ、でかい方はね、まあ、差し替えではなくて、そう、全部完全変形なんですけど、まあ、武器の大きさ的にはこのようなサイズ感になってます。はい、それではね、4567、4体合体キングフォートナンいきたいと思います。まずはリーゼントのね、変形いきましょう。まあ、合体準備ですね。はい、まずはね、4番リーゼントなんですけども、ここね、あとピンが入ってて動きそうなんだけど、これ完全固定で、でかい方もね、これピンがここにね、入ってるんだけど、これもね、完全固定です。では変形いきましょう。まずね、このフロント部分を折りたたんで、で、後ろを見るとここにカバーがあって、開けると頭部があるので、これを出します。でカバーを閉じて、でここからね、バコッと下げます。はい、でちょうどね、ここに、胸パーツ、この斧を折りたたんだやつをセット。はい、そしてね、ジョイントがこれ、これで合体準備完了。はい、お次はね、5番ビッグボスいきます。でここのね、2つ、これをね、後ろにスライド。はい、で続いてね、この部分、つま先パチンっていうね、なんか感触がすごい気持ちいい。でここね、かかとなんですけども、ちゃんとね、指引っ掛けるくぼみがあるのがすごく嬉しいところ。はい、はい、で、側面のこのパネルを開く。で反対側も、はい、開く。そしたらね、ここにね、凸ジョイントがあるので、受け側がここ、そのまま下に下げて止める。はい、で次、運転席のね、この窓のところを下に下げる、下げて折る。はい、でこの上の部分も折るんだけど、その前にこれを引っ張らなきゃいけないんだよね。はい、そしてここで折って、はい、足を広げる、
これで合体準備完了。はい、続いて6番エアハイトなんですけども、これはね4分割に分離させます。はい、そしてで翼を反対側に、はい、これで合体準備完了。はい、7番パワーローダーなんですけども、この部分を開きます。でこのね、運転席部分、これを折りたたむ。はい、で左右、はい、分割してショベル、この部分を開きます。はい、これで合体準備の完了。はい、上半身下半身後ろからスライドで止めて合体。はい、続いてではね、このボールジョイントで合体。反対側ね。はい、で背中部分のウィングは、ここのジョイント使います。ここで止める。で反対側ね、同じ場所で止める。はい、続いて足回りで反対側ね。はい、これでキングフォートランの完成です。はい、ミニバージョンのキングフォートラン、そしてね、まあ、ついでにでかい方もいきましょうか。はい、ここからもうサクッといきます。これはね、単体の動画とか、あとはその、トボット V3 総集編でもうサクッとやってますんで、同じようにねサクッといきたいと思います。もうこの辺の変形工程はねもう同じですからね。あ、でもこの蓋がなかったのか、ミニバージョンは。ただここら辺のかかと周りは同じかな。あとこのパネル、うん、まあ、そのね、大きい方と変形パターンはね似てるっていう感じ、うん、それでそのミニなりの独自のアレンジされてるっていうのがすごく嬉しいところ。はい、そしてここでね、上半身下半身のスライド合体。はい、で続いて6番のエアハイド、まあ、これがね、ミニバージョンだと完全に、うん、バラバラだったんだけど、まあ、でかい方はこれね一つのパーツなんだよね。うん、このヒンジがある。はい、これでエアハイドで、でパワーローダー、そして腕で胸パーツ。はい、これでキングフォートランのでかい方、ちっちゃい方、揃い踏み。いや、かわいいミニサイズ、超かわいい。こうして見るとやっぱね、色合い似てるけど、まあ、大きく違うのがやっぱバスかな。でも正面から見るとあんま分かんないんだけどね、うん、横とか後ろから見るとやっぱりここら辺の色が違うかなぐらいですけども、ほぼほぼ一緒。うん、まあ、デラックスのねゴリゴリ感はない代わりに、このミニの、まあ、手のひらサイズのねちっちゃい、うん、いじった感触というかね、感覚、パチンパチンというね感覚がすごく心地いい。いや、でもミニは本当ね、ポケットとかねカバンに入れといて気が向いた時に遊ぶっていうね本当にぴったりです。でちなみに武器いきましょうか。武器はこれ外して、ここ、はい、分割して、ここでね合わせるよっ、で持たせることが可能。はい、まあ、でかい方はね、これ1本丸々、はい、開いてこう、はい、そしてこっち、うん、こうまんまでも本当ねちっちゃくなってて可愛い。はい、ちなみにね、可動なんですけれども、まあ、合体した時はね、腕、ボールジョイントだったんですが、まあ、翼に当たらない程度の回転はできる。で、あとこういった動き。で、あとはね、肘。こういった動きがね、ある程度取れるから嬉しい。はい、で、足回りなんですが、足もね、ボールジョイントなので、まあ、こういう動きも取れるし、これね。はい、で、膝とか。なんだろう、このね
ミニバージョンってこのプラのこのカチャカチャカチャって音、これがねすごく好きなんですよ。うん、でかい方にはないこのなんだろう音、この車輪の音といい。でやっぱりね、これ4トイズのこのミニトボットって、まあ、数々ちょっといじってはいるんですけれども、妥協してない。ちっちゃくても面白い遊んでて、こっちはこっちの良さ、こっちはこっちの良さが全然ね、それぞれあるので面白い。だからね、そのでかい方遊んでてもちっちゃい方遊んでても両方とも別の楽しさがあって良き。ただね、まあこのロゴに至っては本当ちょっとカラーリング問題っていうのがやっぱり今でもね引きずってるんですけれども、もうちょいなんとかなんなかったのかなっていうね。かといってね、まあ、ビッグボスの緑とかパワーローダーももうちょい黄色みだったり、一番がやっぱあれよね、この何足と翼の緑、エアハイド白いからそのまま白でもよかったんじゃないのって思うんですけどね。そんなわけで、まあ、今回はね、まあ、トボットのミニバージョンの、はい、キングフォートなんです。で、戻し行きましょうか。でまあ、トボットもね、他の動画でもお伝えしてるんですけれども、まあ、今リブートとして、まあ、昔のトボット、それの新しくしたバージョンも、まあ、玩具もなんか展開するみたいで、でそのトボット自体もその古い玩具まんまのやつ、リメイクとは違う当時のまんまの玩具もなんか再販がね今すごいされてるみたいで、なんかまたねトボットの方なんかいろいろ仕掛けてんじゃないかなっていう感じは見て取れる。まあでも個人的にね、やっぱ V シリーズがやっぱ遊んでて面白いからね、それと同じような、もしくはそれを超えるような製品が出たらね、めちゃくちゃ嬉しいんですけどもね、もう本当楽しみに待ってます。でまあスーパーテンに至ってはね、個人的にあんまり刺さってないっていうのもあるし、で気に入ったロボはね買ってるんですけれども、作品のそのコンセプトとかっていうのがね、あんまりよいしょ、刺さってないので、なんか全部が全部揃えようみたいな感じにはなってない、ね。ただあの左右合体、まあ、バイクロンズのねクロスアタッカーのなんだろうオマージュというかリメイクというか、まあ、あんなような感じのねロボで左右合体のやつ、あれとあとあの白いやつ、ライオンのやつ、それもね今これいじってる段階では韓国からそう発送されてまだ届いてないよっていう状況なので、あれもね楽しみはしてますけども、他のロボは別にいいかなみたいなとこです。はい、よいしょ。でつま先ね、この音が好き、いきます。そう、このカチッカチッって音ね、こっちもパコッパコって、あ、なんなかったで、ここね、でこのパネル、そこら辺がねやっぱでかいのと、そうパネルはね一緒、最後止める時のこの一気にはまる気持ちよさ、これがね最高。やっぱねでもこれ黄色にしてほしかった。はい、そしてまあ全部の変形が完了です。はい、そんなわけでね、まあ、今回の動画は、トボット V シーズン3のミニ版のキングフォートランでした。まあ、ここ最近ね、あのトボット V のミニシリーズっていうのはね、いろいろ動画をやってますので、ぜひともチェックお願いします。下の概要欄、上のリンク、あとエンディングから飛べますので、よろしくお願いします。そんなわけで以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。